はいこんにちはレトスの小野です今回は案内所等について解説いたします、まあ、案内所等っていうのは事務所以外の場所のことですね宅建業っていうのは事務所以外の場所でも行います、まあ、例えばこちらにも書いてある通り現地案内所とかオープンルームオープンハウス あと、展示場。そういったところで契約を締結したりとか、申し込みを受けたりとか、まあ、することもあるんですよ。で、まずこのページでは、案内所等における標識の設置について解説していこうと思います。今からお伝えをする1から5の場所においては、案内所等を設置する業者は、標識を掲示しなければなりません。まあ、つまり標識を置かなければならないということなんですね。 でこれっていうのはその場所で契約締結したり申し込みを受けたりするか否かは問いませんつまり契約締結もしない申し込みも受けないといった場合でも標識は掲示しなければならないということなんですねじゃあ1から5の場所一つ一つ見ていこうと思いますまず一つ目継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの この事務所以外のものっていうのが、まあ、1つえポイントキーワードになってくるんですけどもこれどういうことかというと営業所長とか支店長とか、まあ、そういった契約締結する権限を持っている人がいない場所なんですね、まあ、ちょっとイメージしづらいかもしれないんですけども営業所長とか支店長とかがいない場所って考えていただければ大丈夫ですで例えば特定のプロジェクトを行う現地出張所とかですね まあ、なかなかこれもイメージしづらいと思うんで、まあ、それほど気にしなくても大丈夫です。で、二つ目。一段の宅地建物の分譲を行う際の案内所。で、一応、数とかも決まっていて、例えば、宅地の分譲であったら10区画以上、マンションであったら10部屋以上、戸建ての建物であったら10戸以上ですね。まあ、これらを行う案内所です。例えば、分譲開発の現地案内所とか、 マンションの現地案内所そういったところが具体例となりますで三つ目他の宅建業者が行う一段の宅地建物の分譲の代理媒介を行う際の案内所これは今解説した二の内容とよく似ているんですけども違いっていうのはこの二っていうのは自ら売り主が案内所を設置してるんですよ つまり、これを設置する業者っていうのは、売り主の宅建業者です。で、一方で、この3っていうのは、売り主とは別の宅建業者、代理業者だったり、媒介業者が設置する案内所です。つまり、他社の物件の代理や媒介を行う場合の現地案内所ですね。で、4つ目が、業務に関する展示会、その他催しを実施する場所。 例えば不動産フェアだったりとか住み替えなどの相談会などを行う場所です。で、5つ目、一段の宅地建物の分譲をする際の当該宅地建物の所在する場所、まあ、いわゆる現地。これ、例えば分譲マンションを販売するといった場合、分譲マンションが所在する場所、これが5番の場所なんですね。で、今解説した1から5の場所においては、 必ず標識を設置しなければなりません。では問題を一つ出します。熟学の宅地の分譲を行う宅建業者 A は、宅建業者 B に販売代理を依頼し、B は分譲地近くに案内所を設置した。この場合、分譲地と案内所には誰の標識がそれぞれ必要か。少し考えてみてください。 ま、簡単なので、もうすぐ答えを言っちゃいます。分譲地には、宅建業者 A の標識。案内所には、宅建業者 B の標識が必要です。この宅建業者 A の標識っていうのは、先ほどの内容で言うと、5番に当たるんですね。一段の宅地建物の分譲をする際の、宅地建物が所在する場所ですよね。いわゆる現地。現地っていうのは分譲地です。 ここには売り主である宅券業者 A の標識が必要です。で、続いて案内所。ここですね。ここについては3の内容ですね。他の宅券業者が行う一段の宅地建物の分譲。これっていうのは今回で言えば宅券業者 A ですね。宅券業者 A が行う一段の宅地の分譲を代理してますよね。宅券業者 B っていうのは販売代理を依頼されているわけなので代理業者です。 で、B が分譲地近くに案内所を設置したということなので、代理を行う際の案内所、これに該当しますね。で、この案内所を設置しているのは、宅建業者 B なので、B の標識が必要ということになります。で、標識って具体的にどういった内容が記載されているのか、ちょっとこちらご覧ください。まずは免許証番号ですね。東京都知事。 1,、えー、1第0 0号みたいな感じで免許証番号が記載されています。あと、有効期間。この有効期間っていうのは免許の有効期間ですね。これは5年間ですね。つまり、ここが令和元年だったら、ここは令和6年になるということですね。で、あと、称号または名称。まあ、例えば、株式会社レトス不動産とか。案内所を設置する業者の称号、名称がここに記載されます。で、その代表者の名前。例えば、山田太郎とかですね。 また、専人の宅建士の氏名もここに記載されます。で、主たる事務所の所在地、つまり、レトス不動産の本店所在地が書かれています。で、この場所における業務の内容については、例えば、案内などをするよってことで、案内等とか。で、何の案内するかっていうと、例えば、〇〇タワー。その所在地は、東京都品川区のここですよ、みたいなことが書かれるということです。で、あとは、売り主ですね。 売り主はどこなのか、〇〇不動産販売、また所在地、その所在地ですね、本店の所在地も書きます。で、最後にこの場所においてした契約締結については、クーリングオフ制度の適用があります、みたいなことを書きます。まあ、これはクーリングオフ制度がある場合に書くということですね。で、この標識っていうのは、この1から5の場所によって、ちょっと様式が変わってくるんですね。ひな型が変わってきます。 なので、すべてがこの形になるわけじゃないんですけれども、まあ、イメージとしてこの辺り頭に入れておきましょう。重要なポイントとしては、専任の宅建士の氏名は記載されますよ。また、売り主の称号または名称だったり、および所在地も記載されますよってことですね。さらに、クーリングオフ制度の適用がある場合は、その内容も記載しなければなりません。で、続いて、案内所等における専任宅建士の設置について解説します。 今解説した1から5の場所、案内所等ですね。で、契約締結や申し込みを受ける場合、まあ、どちらか一方でも行うというのであれば、専任人の宅検士を設置しなければいけないんですね。その案内所に専任人の宅検士を置かなければなりません。じゃあ、誰が置かなければいけないのか、設置義務者っていうのは、案内所等を設置する宅検業者です。 そして、1000人の宅検士、何名設置しなければいけないのかっていうと、1つの案内所に対して1名以上ですね。これはその案内所で、まあ、何人業務を行うかに関係ありません。つまり、5人に1人の割合ではないんですね。例えば、その案内所で、まあ、10名働くと、従業員がいるといった場合でも、1名1000人の宅検士を置けば OK ですよっていう話です。で、続いて。 複数の宅建業者が同一の場所で同一物件の契約締結または申し込みを受ける場合この場合はいずれかの宅建業者が1000人宅建士を1名以上置けばいいんですね例えば分譲マンションを売るといった場合に宅建業者 A と宅建業者 B が一つの案内所で契約締結を行うといった場合宅建業者 A、宅建業者 B いずれかの専任宅検士1名置けばいいです。つまり、宅検業者 A から専任の宅検士1名、宅検業者 B からも専任の宅検士1名、合計2名置かなければいけないというわけではないんですね。どちらか一方でもいいから、専任の宅検士1名置けばそれで OK ですよっていう話です。で、一方で、複数の宅検業者が同一の場所で、異なる物件の契約締結とか申し込みを受ける場合、 こういった場合は、宅建業者ごとに1名以上の1000人宅建士が必要なんですね。例えば、不動産フェアとか、住宅展示場とか、同じ敷地内なんだけれども、宅建業者 A と宅建業者 B では、販売する物件が違いますよっていう場合があるんです。その場合は、それぞれ1000人の宅建士1名ずつ置いてくださいね、という内容となっております。で、注意していただきたいのが、専任の宅建士の設置義務があるのは、 契約締結または申し込みを受ける場合なんですよ。言い換えると、契約締結も行わない、申し込みも受けないといった案内所には、専任の宅建士は設置しなくてもいいという話なんですね。この点は注意をしておきましょう。で、続いて、案内所等の届出ですね。専任の宅建士の設置義務がある案内所等については、届け出が必要です。 つまり、契約締結、または申し込みを受けるといった案内所については、事前に届け出をしなければいけないんですね。じゃあ、誰が届出しなければいけないのか。届出義務者。これは、案内所等を設置する宅検業者です。で、届出先は、じゃあ、どこなんですかというと、二つあります。一つ目が、免許権者。もう一つが、案内所等の所在地を管轄する知事。 この二人の人に対して、それぞれ届け出が必要になってくるんですね。で、一応、届出の仕方については、この免許権者が大臣免許の場合、つまり国土交通大臣免許を持っている宅権業者が案内所を設置する場合は、案内所等の所在地を管轄する知事を経由して、大臣に対して届出をします。一方で、都道府県知事免許を持っている宅権業者が案内所等を設置する場合は、 免許権者、つまり都道府県知事に直接案内所の届け出をします。この点ちょっと違いますので注意をしておきましょう。で、届け出期間っていうのは、その案内所等で業務を開始する10日前までに届け出をしてくださいねという内容です。つまり、業務開始の前日に届け出をするっていうのはダメですよっていう話ですね。10日前までです。で、専任宅検士の数については、 その案内所に対して1名以上設置すれば OK ですよと。で、届け出内容っていうのは、案内所等の所在地、あと業務内容、業務機関、専任宅剣士の氏名、こういったものを届け出します。では、具体例を出します。高検知事免許を受けている宅剣業者 A が、お津県に案内所を設置する場合、誰に対してどのように案内所等の届出をするか。 これは、宅検業者 A は、高検知事と乙検知事に直接案内所設置しましたよっていう届け出をします。こっちが免許検査ですね。で、こっちが案内所等の所在地を管轄する都道府県知事です。免許検査は高検知事なので、直接届け出で OK ですよね。で、一方で、国土交通大臣免許を受けている宅検業者 B が、高検に案内所を設置した場合どうなるかっていうと、 宅検業者 B は、まず案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に対しては、直接届け出をします。で、一方で、国土交通大臣に対しては、この案内所等の所在地を管轄する都道府県知事、つまり、高県知事を経由して、国土交通大臣に届け出をするんですね。この点注意をしておきましょう。直接届け出をするわけではないので、この点は注意してください。 で、最後に、今日お話した内容のまとめです。今日お話した内容は案内所等の話なので、まあ、この部分なんですね。まあ、この部分の中でも赤文字部分と青文字部分。これらを解説してきました。で、一方でこれ事務所についてもこれ表の中入れているんですけれども、これ対比して頭に入れておくと、まあ、すごく効率的に頭に入れることができるので、記載しておきました。でまず、まあ、今回お話した内容の復習ですね。 まず、標識について。標識については、案内所等で、契約締結や申し込みを受けるか否かに問わず、設置が必要でしたよね。この部分です。標識の設置については、契約締結または申し込みを受けるか否かは問いませんよ。いずれにしても、契約締結を受ける場合も受けない場合も、また申し込みを受ける場合も受けない場合も、関係なく、標識を設置してくださいね、というルールでした。 それがここの1行目の内容ですね。で、1000人の宅検誌については、契約締結、または申し込みを受ける案内所については、1名以上設置しなければなりませんよ。これはここでお話しした内容ですね。契約締結や申し込みを受ける場合、どちらか一方でも行うといった場合は、その案内所に対して、1名以上の専任宅検誌が必要ですよっていう話でした。 なので、契約締結しない、申し込みも受けないといった案内所については、専任の宅研士は不要ということですよね。なので、横線になっております。で、案内所の届出についても、同じく、契約締結、または申し込みを受ける案内所については、届出してくださいね、という話ですね。ここです。専任の宅研士の設置義務がある案内所、つまり、契約締結、または申し込みを受ける案内所等については、 届出をしてくださいね。逆を言うと契約締結もしないかつ申し込みも受けないそういった案内状言い換えると専任の宅建師を設置する義務がない案内状については届け出はしなくてもいいですよそれがここですね届出不要なので横線になっていますで事務所について、まあ、今回解説していないんですけれども標識は設置しなければなりません必ず設置で選任の宅建師は 5人に1人以上の割合で設置してくださいね。これは各事務所ごとです。で、従業者名簿、帳簿、これらは備え付けなければなりません。事務所ごとに備え付けが必要です。で、報酬額の掲示、これもしなければいけません。報酬額っていうのは、仲介手数料の上限ですね。MAX 仲介手数料、いくらなのかっていうものを示した、まあ、紙があるんですけども、まあ、それを掲示しなければなりませんよっていうことですね。 まあそれが事務所の内容となります。この表をすごく重要なので頭に入れていただければと思いますそして最後に弊社レトスは現在短期集中実カプ講講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかないどうやって勉強したらいいのかがわからない試験日までの計画が立てられないわからない部分について質問がしたい忙しくて時間がないけど今年絶対合格したいもしそう思っているのであれば 短期集中実用カップ講座であれば今お話しした5つの課題全て解決することができます無理なく無駄なく効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です一緒に勉強して合格を目指しましょうあなたの受講をお待ちしております短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんでぜひご確認くださいあなたの受講をお待ちしております